両手にダンベルを持ち、腰幅で立ちます。そのまま片足を正面に踏み出してください。踏み出した位置で膝を曲げ、体を沈めます。床を蹴り、元の位置に戻ります。足を入れ替えながら動作を繰り返します。常に足と膝を垂直に保つようにします。上半身はまっすぐに姿勢を保ちます。太ももが床と平行になるまで体を沈めます。動作中に姿勢が崩れないよう体幹を固定します。かかとで床を蹴るとスムーズに戻ります。踏み込みが狭いと動作が窮屈になります。無理に沈むと膝が前に出すぎてしまいます。かかとが浮いている場合も同様です。これらは膝を痛めやすいので注意しましょう。腕が力んでいるとフォームが崩れやすいです。体幹の力が抜けてしまうので上半身がぶれます。反動をつけたり腰が丸まる動作になりやすいです。腰痛の原因になりますので注意しましょう。大きく踏み込みすぎてしまうのも危険です。戻ってこられなかったり、大きくフォームを崩してしまうリスクがあります。転倒や大きな怪我につながります。無理な動作は行わないようにしましょう。技術的に不安な人は、このように動作を分けて行うと良いでしょう。20回以上連続でできるようになったら、重りを増やし、負荷を調整してください。怪我のリスクを最小限にして、エクササイズに取り組みましょう。